トマス・ウルジーはイングランドの聖職者、政治家、ウルジー枢機卿の名で知られる。ヘンリー・パッセイ治世の初期に信任を得て、内政、外交に辣腕を振るった。なおウルジーの言語での発音は、ウォーズインに近い。イギリス東部イプスウィッチに生まれた。父親は肉屋をしていた。オックスフォード大学のモードリンコレッジで学び、ヘンリー7世の時代に宮廷付司祭となり、ヘンリー・パッセイに認められ、36歳で枢密院議員となった。1514年、ヨーク大司教、1515年に枢機卿、1518年に教皇特使となる。1515年からリチャード・フォックスの後任として、ヘンリー・パッセイ地下の大法官となり、野心的外交政策、国内では独裁的な政策を断行。当時彼が執務したヨーク大司教ロンドン公邸には常時500人の使用人がいたと言われる。さらに、ロンドン西部ハンプトンに建てた彼個人の館は、今もハンプトンコート宮殿として残る。財力と権力で名を轟かす彼のもとには、多くの貴族、高官がご機嫌伺いに殺到したという。その一方で、貧しい平民対象に、無料の法律相談、あらゆる相談陳情に応じたと言われ、これら平民を相手とするロンドンの法律家たちは、商売にならなかったという逸話がある。この時期、後にヘンリー・パッセイ統治下のイングランド政治を支えたトマス・クロムウェルを抜擢した。しかし、王と王妃キャサリン・オブ・アラゴンの離婚問題に対するローマ教皇の拒否返答により王の激怒を受け、その絶大な信頼に陰りが出てきたのを見て取った。彼は1525年、惜しげもなく巨大なハンプトンの館を王に献上。王はすでにアン・ブーリンと同棲を始めており、1527年の教皇クレメンス7世への最終的な陳情も失敗した。1529年、教皇特使カンペジオ枢機卿を迎えての離婚審問も不守備のまま終わった。王の離婚が遅々として進まないのに業を煮やしていたのは、アン・ブーリンも同じで、彼女はウルジーが悪意で妨害していると思い込み、彼を私腹を肥やしていると裁判所に告発した。1529年11月3日、彼は大法官を罷免され、追い打ちをかけるように、すべての官位剥奪、全財産の没収の命令が下った。中には、彼個人の所有でない、ヨーク大司教ロンドン公邸も含まれており、その過酷さに批判の声が一部に上がったほどだった。ヘンリー・パッセイの重臣に対する断罪がほとんど死罪であった中にあって、彼は死罪を逃れ、さらに大赦で、ヨーク大司教の地位だけは認められ、1530年、ヨーク南部のケイウッドに引退した。さらに、シェフィールド南のスクルービー城へ引きこもった。ところが、一旦は大赦としたウルジーを、王は再び反逆の理由で逮捕した。ロンドンへ護送される途中、レスターアベイで病死した。ありがとうございます。